すごく盛り上がっているので、自分もこの試合に勝ってその波に乗れたらいいなと思っています。蹴りの方が得意だと思って、あの試合とかでもたくさん出してきたんですけど、今回はパンチもたくさん練習しているので、そこも見てほしいなと思います。技がとても速くて多彩で、一発の威力がある選手だなと思います。リーチの部分では勝ってると思いますし、あとはまあ試合にかける気持ちっていうのも私の方が上回ってるぞっていうのを見てほしいなと思います。なので小林選手、はい、2試合連続 KO というのは、おーっと、これもいいパンチ、同じ気持ちで練習できる兄でもありライバルでもあるので、兄には負けたくないっていうのは、まあ、遊びたいって気持ちはあるんですけれど、それ以上に勝ちたいっていう、まあ、みんなは遊んでても私は稽古に励みます、まあ、身長高い分距離を取るのが上手いっていうのが印象が強いので、対策して試合に挑みたいと思います。思うのはスピードかなと思います。小さい分素晴らしっこく動いていきたいと思います。今回の試合は私が一方的に攻めて勝つっていう試合になると思います。まあ、焦らず相手をしっかり見て KO を狙っていきたいと思います。しっかり勝って成長するための通過点にさせてもらいます。しっかり倒しに行くので、会場を一緒に盛り上げましょう。